どうも皆さん、クソデッキ製造マシーン、リュウです。さあ、本日なんですが、またクソデッキを製造してきたんでね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。今日のですね、クソデッキの、主役、こちらです。キングレムリン先生。キングレムリン先生、まあ、いつか、もう、キングレムリン、レプテルスの、時か、傷だらけのヒーローデッキの時にもやりましたけども、これね、キングレムリンって、爬虫類族持ってこれるから、このレプテルスヒドラ持ってきて相手の打点に下げれるよっていう、こうと言ったじゃないですか。これね、クソコンボなんですけども、史上最強の。これ、キングレムリンでレプテルス持ってきて、相手の打点を下げれるわけじゃないですか。で、その相手の打点を下げた上で、そいつぶん殴ったら2300 の, こあの攻撃力は、まあ、丸々通るんで、これ、巨大決戦したら勝ちじゃねと。またゴミみたいなね、ゴミみたいなコンボを、まあ、ご紹介していくんですが、要は、キングレムリンを立てます、なんか、カードを使って。で、キングレムリンでレプティレス、ヒドラ持ってきます。で、ヒドラ効果で、爬虫類いるんで、特殊召喚しながら相手の打点を下げます。で、下げた相手のモンスターをキングレムリンでぶん殴ったら、2300は、巨大決戦で4600ダメージで勝ちと。ゴミ！はい。で、バック除去。バックがきついので、バック除去がっつり入ってますと。これね、モンスターの除去でもいいんだけどね。一応。モンスターの除去でもいいんだけど、月の書とかでもいいんだけど、今回はその、レプテルスヒドラでワンキルしたいっていうことなんで、もう仙骨やつモンスターって一回無視しましてですね、キングレムリーを立てる、ための、バック妨害これをなんか全部除去するっていう、ギミックにしました。今ね、フォトンストリークパンサーとかが結構多いんで、あれ立ってるとまあきついんですよね。でも、聖杯とか。入れるのもあると思います。だから、もしフォトンストリークパンサーがめちゃくちゃ多かったら、ナイトショットとかこの辺のなんかそのこの辺のモンスターのあたりをなんかその聖杯とかにしとくのは結構ありな気はする。で、どうやってじゃあレベル4みたいなラベルかっていうと、めっちゃ簡単なんですよ。一枚書道がめっちゃあるんで、今ランク4並べるんだったら、まずですね、ウサギですね、ライスキューラビットっていう、この子が、自分を除外すると、デッキから通常モンスターを2体出せると有効か。だからまあレインボーフィッシュ、これなんでレインボーフィッシュにしてるかっていうと、カッターシャークも一番初動なんで、自分のフィールド上の水属性モンスター自身を対象にとって、デッキから、水属性の、魚族モンスターか、魚族モンスターを特殊召喚できるよっていう効果なんで、これでこれ出してくれるし、これでもこれ出してくれるっていう。でしかもレインボーフィッシュ意外と打点高いんですよ。お前誰やねんみたいなモンスターですけど、これ意外とこっからもいけるし、ここからもいけるってことで結構強いというよね、ことに気づきました私は。で、先行マジプレミアなんですけども、先行取っても大丈夫なように、ベイルをぶち込んでましたね。はい。で、これで耐久していくプラスレベル4なんで、ランク4も立てれるという、まあそういうね、ギミックになっております。本当にクソなんで、マジで、ストレスが溜まった方におすすめ。早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、工藤雄星君よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル！はい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 。まあ、そこそこいいですね、ハンドは。反応はそこそこいいんで、バーニークナックルはビエルで耐えるんだけど、いったところ。バガベルさんの防御性能はね、非常に高いですからね。ライフポイント4000しかないデュベルリンクスという環境において、直接攻撃を、まあ、4000パンチは無理だけど、サンダードラゴンとかも、言うてもベイルがあったらほぼ負けないんで、高校では。高校ってか2ターン目では。2ターン目もしくは3ターン目では負けないんで。さあとりあえず動いていく。さあ来週、ああ弱いね、動き方 OK。 バーニングダックラーベイルを特殊召喚。あれフリーボールあんのかな。フリーボールなかったらそれ甘いですよ。フリーボールあるんでしょうね。さあレインボーフィッシュを召喚。マジで誰やねん、マジで誰やねん。そしてレベル4が2体来ると、ユーマ来ると、ユーセンキングレムリンをエクシーズ召喚。そしてキングレムリンの効果発動、オーバーレイユイットを1つ使い、デッキから爬虫類族モンスターを手札に加える。そしてキングレムリンの、あ、じゃなくて、レプティラスヒドラの効果、フィールド上に爬虫類族しかなければ特殊召喚して相手の盾をゼロにして2400ダメージ。巨大決戦対戦ありがとうございました。この君ゴミすぎ。さあお相手の方、オースティン・オブライエン選手よろしくお願いします。デュエル3倍。あーなるほどね、まあ、ハンドはめちゃめちゃ強いんで、あとは相手の妨害が何があるかっていう話ですね。相手の妨害によってはね、ちょっとモンスターで妨害してくる。あ、守備表示は嫌だな、守備表示は嫌だな。キュードは来ちゃったか。それセットして、これはまあ
った方がいいか、まあ、一応行った方がいいかな、一応行った方がいいですね。こうしてあのバカベールいないと本当一瞬で殺されるパターン結構あるんで、レインボーフィッシュを特殊感レインボーフィッシュとこれは重装備じゃなくて間違えた、深淵でいいかな、なんか深淵で良さそうな気がするな。こうしてあれあんだろうな、まあ、でもオーシオブライエンなんで、まあ、一応さすがに、ウィンダーケアするのはまあ普通かなっていう感じなんですが、さバトルステップ入って、どっちでもいいんだけど、まあ、これ切ってあー OK ナイス完璧。ね深淵はねウィンダー止めれるのめっちゃ強いんですよね。あまあ一応水属性があの素材になってる場合だけですけど打点高いんで。さあセットアレイステアレイステ OK アレイステ OK 属性いいのかな、今風と水しかないけど、今風と水で出せるライディーンとコキュートスどっちもリンクスいないから、まあそれはいいでしょう、それはいいでしょう、それはいいでしょう。何融合してるんだろう、あいんのね、なるほどね、バレットいると、バレットいる。じゃあ深淵に潜むもので墓地の効果使えないよっていう風にしといて、でこれでアレイスター回収もバレットもできないという状態にしといて、ぶん殴られる OK、 それ全然いい。でエンドフェイズサイクロン発動をしていいね、サイクロン発動、相手のセットカードを1枚破壊していく OK ドロー。さあ絶望を見せてやるよ、レスキューラビットを攻撃表示で召喚、そしてレスキューラビットの効果発動、自身もリリースしてデッキから通常モンスターを2体特殊召喚できるぜ、いけレインボーフィッシュ、そしてレベル4が2体来るぞ、いけキングレムリンをエクシーズ召喚、そしてフェード上に爬虫類族しかいない場合このモンスターは手札から特殊召喚ができるぜ、攻撃力2500下げて特殊召喚いってー、カード1枚セットしてバトル巨大決戦対戦ありがとうございました。ハニゲーかこのゲーム、このデッキクソデッキすぎないか。そしてさあダイナソー竜崎対決きたー、巨大決戦巨大決戦これ巨大決戦対決これどういう環境、これ何もしなくてエンドだよ、俺巨大決戦だったらもう一応セットしてここでエンドしていけばいいな。まあ言うてさすがに強いだろ、さすがに強いだろ、ベイルは巨大決戦なかなかできんだろ。あーまあ無理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 、全然無理、巨大決戦ブラマジね、オッケー巨大決戦ブラマじゃさすがに無理。はいからのクロマジスのベールいいだろう、クロマジスのベールくればいいだろう、はあはあはあ、ブラックマジシャン、それはやばい、ちょ待って待って、ちょ待って、うっ